好評発売中。スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫が影響を受けた言葉に注目した展覧会、鈴木敏夫とジブリ展が東京寺田倉庫にて開催中。また三鷹の森ジブリ美術館では新企画展示、漫画映画の魅力に迫る未来少年コナン展も開催中。日時指定の入場券の詳細は同チケサイトよりチェック。スマホが気になるあなたに au スマホことわざ集。60の手習い。そう、今こそスマホデビューの時です。思い立ったが吉日。思い立ったら au ショップへ。通話料金がお得なスマホスタートプランをご用意しました。いかがですか、使い心地は。アンズルより使いやすし。さあ au でスマホデビューを。今ちょうど開催中の鈴木敏夫とジブリ展やっております。天王座のところの寺田倉庫で8800冊の蔵書ってびっくりしました。よく今まで残してらっしゃったかなっていうのもあるんですけど本読書での思いっていうのはどんなんですか。子供の頃は特に漫画ですけどね、本読むのは好きでしたね、まあ8800って今おっしゃって、これで、まあ、僕も普通のねマンションとか普通の家に暮らしてますんでね、ここに置いてあったりあそこに置いてあったりいろんなところにその本が置いてあったんですよ。だからまあ今回の展示でそれをね一堂に集めたらどうなるのかなって自分がねちょっと興味持ってたんですよね。これでやってみた、やっぱり嬉しかったですね。すごいですよね。大きなお家があると本当はこういうふうにできるんだなっていう。そうですね、展示場はいっぱいこう並べられる。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週も先週に引き続き8月2日に東京国際フォーラムで行われた第70回全国幼児教育研究大会東京大会のスペシャルトークに鈴木さんが登壇した模様をお送りします。テーマは AI の時代をたくましく人間らしく生きるために、自己肯定感を持ち遊びや生活を作り出す力を育てるです。聞き手は公益社団法人全国幼児教育研究協会副理事長荒木久子さんです。まあ本当にちっちゃい時の小学校時代に自分が読んでた本なんかも僕実を言うと持ってたんですけれど、これで大人になってもね、いやあれなんですけれど、実はねちょうど20歳ぐらいの前後、要するに若い時の本ってね実を言うと欠落が多いんですよ。でこれどういうことかっていうとね、やっぱり僕生まれが名古屋で東京へ来て、ほんで大学行ったんですけれど、そしたら本は読みたい、しかし同時に若いからお腹も減るじゃないですか、そう、その本をね古本屋さんに、そう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 。でいつの間にやら生姜焼きに変わったりねいろいろあって、その本を全部集めてみたら、その欠落してる、そしてねその本を思い出すんじゃないかと思ったんですよ。そしたら思い出さないんですよねこれある意味でここずらっと1から何巻までって並べる楽しさもありますよね。まあそれもありましたけどねでも私ちょっと世代が少し下なんですけど、そこに並んでる本の中で、あ懐かしい、あこれ私もやってた、あ、いろいろありました。読む時間っていうのはめんこもやりながらいやでもまあ子供の時は特に漫画ですよね。あ、赤胴鈴之助から始まったんですよね。そうです。で、まあ、僕らの頃ってね、今はもうそういうものもあんまり読まれなくなったみたいだけれど、週刊少年誌でしょ、僕らの時月刊誌でしたからね。でそれをね同じ漫画をね繰り返し繰り返し読むんですよね。そういうことをやってましたね。でどっかでそれがねすごいなんていうのかな、懐かしいものになってるんですね自分の中では、ちょうど私が子供の頃にその週刊の少年マガジンとか、少年サンデーとか、僕は5年生の時マーガレットとかそういうのが出てきて、そうですそうです、で漫画うちは買ってくれなかったので、あ、そうですか。親が自分が楽しく読みたいのでサザエさんとかはよく買って、風邪ひいて熱出すとサザエさん買ってきてくれて読んでましたけど、漫画もいろんな種類があるかなと。サザエさんってすごいですよね。あれ面白いでしょうね。まあ私事なんですけどね、
僕はサザエさんって実は大人になってからね、はい、3回買ってるんですよ。でなんでか、うちの娘が大好きで、ボロボロになるんですよね。そう本当にね、また同じもの、また同じもの買わなきゃいけない。で結局3回買ったんですよね。そしたらまあそういうことが起こるっていうのはね、うん、そのストーリー全部覚えてるんですよね。そう。あとそのなんか生活の中の場面で、あの4コマ漫画っていうのがこうふっと思い出して、ね、片付けなさいってカツオが隣の部屋に全部荷物を運んで、うん、片付けましたっていうのとか浮かびますよね。あれはやっぱりすごいですね、あの長谷川町子っていう人は、うん、面白いですね。僕も横からちょっとね覗いて読んでみて、あこれは面白いわやっぱりと思ったんですけれどね、うん、そのいろんなものを本だけじゃなく、まあ、今新しいことを取り組まれている中でこう刺激をこう取り入れるセンサーが頭の中でこうピピピピピピっていうのがすごいネットワークを作ってらっしゃるのかなって思うんですけど、どうですか。さっきの八百万の神の話にもつながるかもしれないんですが、仕事のために新しいことを知る、うん、ということは特にやってないですよね。それやったって身につかないですよねと僕は思うんですよ、うん、やっぱり自分が、まあ、本でも、ね、映像でもやっぱり見て楽しい、うん、それがないと身につかないですよね。そうですね。だからさっきのそのなんていうのかな、ふるさとの伝承、うん、日本の神々を扱ったやつは、はい、そんな流行りで言ったら全く関係ないですよだから誰も興味持ってなかったんですよ。視聴率も悪かったし。だけれど結果としてそれがね、要するに僕らが何やったかって言ったら、日本の神様って面白いよっていう映画を作ることにつながっちゃったんですよね。でそれは誰も知らなかったからね。だから古いものにもね、やっぱりいいものはいっぱいあるわけ でそういうことで言うと温故知新っていうことじゃないかなって気はするんですけどね。古きを訪ねて新しきを知るっていう気はするんですけどね。繰り返しますよね、うん、鈴木さんって絵もお描きになるし書も素晴らしいんです。実はちょっとこれオールアバウト年を鈴木っていう鈴木さんのそのね、ジブリ展じゃジブ鈴木年を展の図録になってるっていうところで壊さないでくださいすいません貴重なマイク落とすなんていけませんねそしてあもう一つねお見せしたいのがこのアーヤと魔女のチラシなんですけど、このアーヤと魔女って赤くなってるこの文字もなんと鈴木さんがお書きになったんですよね。はい、だから金井製紙工業なんですよジブリって。え金井工業で私のどこがダメですかっていうあのコピーが書いてありますが、そういう文章もお考えになってこれでしっかり、まあそうです ね僕の役割の一つですね。なんかマルチ人間もマルチ何でもかんでもできちゃうすごいですねって本当にあの今日いろいろ興味持たれたかなと思うので、ぜひあのちょっといろんなところでまたアンテナを張り巡らしたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんだろう、さっき楽しいからその仕事に必要で集めてるんじゃないよっておっしゃってましたけど、そういうなんかこう入ってくるいろんな情報っていうのはなんか元にあるのは好奇心のなせる技ですか。まあ普通で言うとそうなんでしょうね、うん、あの高畑勲によく言われましたね、うん、あの好奇心が強い鈴木さんはって言って、まあ多少はそうなのかもしれないですでもね、あの今もお話聞いてると本当に小さい時からいろんなご本を読んだりいろんな遊びをしたり、あの今もお仕事の中でもあの鈴木さんどうって宮崎さんに問われた時にいろんな考えをこうだから僕ねちょっと突き挟んじゃって申し訳ないんですけど、はい、まあ、僕宮崎に出会った時はね、はい、僕の記憶だと29なんですよ。で今73ですからね、何年間の45年ぐらい、42、3年かな、人生の半分以上で、やっぱ出会って、まあ、今日まで来てるんですけれど、何故何が支えてるかっていうとね、
この人何者なんだろう、それに興味あるんですね。それも好奇心ですか。だから本当のこと言うとね、いまだに分かんないですよねでも考えてるのは面白いんですよ、でそれはだけど宮崎駿のことが分かったとは分かったとして、別にあんまり意味ないですよねだからそれは何かあったら僕の個人の趣味なんですよね、ホビーですよ、それで言えばホビーだけどそれと同時に彼がねどん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 進化していくんですよ。だからいろんな角度から宮崎駿っていう人は何者なんだろうってずっと考えてますね。次をこうかなと思ったらまた先に面白いものを見つけてどん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 面白いがつながっていく、こう波のようにいく感じですかね。だから正体を見極めたいんですよね。あ何者じゃという、そういうことです。もうそれだけですよ宮崎さんは。鈴木さんを何者じゃと思ってない。いや僕は自分のことはどうでもよくてあの宮崎駿っていう人は何者かっていうのは興味ありますね。だから、まあ、僕個人的にね、まあ、その本の中に展示の中にあの入れといたんですけれどね、僕はあのフランスのねあの文化人類学者でレヴィ・ストロースっていう人がいるんですけれど、でこの人はねあの何が特徴かっていうとね、まあ、僕学生時代に知ったんですけれどね、なんて言うんだろう、まあ世界はね先進国があって後進国があるってこれ嘘だって言って、それを主張した人なんですよ、でどういうことかって言ったら彼はねフランスから南アメリカに行って先住民の研究をした人なんですよ。そうすると先住民っていうととかく要するに先進国の人に比べて、ねおね、劣ってると思われがちじゃないですか、ところが彼は違うものを発見したんですよ。それは何かって言ったら、ね、要するに先進国ですごいと言われている人たちに何ら劣ることのない知性を持ってるっつって、で彼はねその先住民たちの思考方法そして作るものね、フランス語で、まあ、僕はあれなんだけどブリコラージュっていう言葉を作って、でこれは何かっていうとね要するに何かを作るときに自分の周辺にあるものを組み合わせて作るってやつなんですよ。そうね、すごい僕はそれ興味あったんです、で学生時代知ったんですけどね、で宮崎駿に出会うじゃないですか、彼がそうなんですよ理想の環境を作ってそこで何かやるんじゃないんです、ね、自分の周辺にあるものをね寄せ集めてねそれで何か作るんですよね。それがねそのレヴィ・ストロースが体験したことと非常に似てて、それを当てはめてみるとね宮崎駿研究には非常に役に立ったんです。ああ面白いですね。でもだからといってね彼固有のこともいろいろあるからねさらにその研究を進めたいなと思ってるんですけどねどんどんいきますね、はい、ずっとのずっとの一生の課題でいきますね。まさにそれも好奇心ですかね、はい、今の身の回りのことで体験をこう引き出しを持ってきてっていうと、子供が幼稚園の子供が遊ぶ時に環境の中でこう育っていくというか環境に働きかけて遊びをこう膨らましていくっていう力が、だからブリコラージュっていうのは本当はねいろんな役があるんだけれど、はい、その一つにね日曜大工っていう役仕方もある。つまり、はい、あり合わせでしょ、はい、要するに何かいいものを持ってきてそれでやるんじゃないんですよね、その発想で何かものを作るですごいものはできるんだよっていう考え方なんですよ。これを使えばこういうふうに役立つっていうふうな、こう知恵がこう働くわけですよね。そうですよね。幼稚園の先生は担任として学級経営みたいなことをしたり、園長先生は園経営ということで日々取り組んでいる方がここに皆さんいらっしゃるんですけど、鈴木さんのプロデューサーって代表取締役っていうことで経営いろんなことをされてますけど、ここにいる先生方にその立場から何か刺激していただけますか。まあ偉そうなことは言えないんですけれどねただあまり複雑なことやらない方がいいですよね。ああと僕は思ってるんですよ。ジブリもね、まあ、おかげさまで映画いろんな方に見ていただいてヒットしてるじゃないですか、はい、でこれって なんでヒットしてるのかなんですよ。
でその秘密を言っちゃうとですね、あ、ダメですね、企業秘密。いやいや、大丈夫だ大丈夫ですか。まあ、簡単に言うと宮崎駿がお金を使いすぎるんですよ。ああ。わかります。それお金を使いすぎるからヒットさせないとうまくいかないんですよ、エンジンかけて。だから彼がお金を使わないで作るんなら、うん、僕はその規模で本当はやりたいんです。だから名人なんですよね、お金を使う。でもお金を作る名人じゃないですか、これ仕方なくやってる。だってやっぱりそれは使う方がいいでしょ、うん、思う存分使えたらいいですね。いや、いや、いつも申し訳ないって言ってくれるんですけど、口だけだなと思って聞いてるんですよ。いや、だから何が言いたいかっていうとね、あの、何でもいいからね、映画ヒットさせればいいってもんじゃないと僕は思ってるんですよ、うん、はいはい、要するに僕がいつも目指してきたのはトントンなんですよね。うん、そしたらね、なんかおのずとうまくいったんですけれど、あの、変なこと考えてね、例えばヒットだけを狙った作品は、うん、僕は絶対うまくいかないと思ってるんですよ、うん、だからその作品に見合う、うん、だから宮崎は本当お金を使うからしょうがないから皆さんにもご協力願うっていうのか、そんな気分なんですよね、うん、だから物の経営っていうのもね、うん、多分そこら辺に本当のポイントがあるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。ある意味の数学っていうところも大事、数学が大事っていうところですね。だから無理やりね頑張る必要はないですよ、うん、頑張らないでうまくいったら一番いいじゃないですか。いいですねと思ってるんですけどね。皆さんどうなんでしょうか、円の経営、円の楽器経営でも変な頑張りじゃないってことですよね、結局ね。そこがちゃんと、これが必要だからこそっていうところに、でお金かければね、いいってもんじゃないですよ、ね、そうです、あのお金をかけれることによってマイナスもいっぱいあるから、多分だからある範囲の中でね、コツコツやっていくっていうことの大事さっていうのは僕あるような気がしてるんですけどね、うん、そうするといい作品がと思います、結果できるっていうところです、うん。ジブリパークが今あの最新今取り組まれていることなんだと思うんですけども、そのことについてお話しいただけますか。あの鈴木さんが隣のトトロの前に手掛けた柳川堀割物語とか、風の谷のナウシカなどにもあの自然と環境を意識されていたのかなっていうふうに思うんですけど、その辺はいかがですか。まあでも人間ってどん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 ね、あの頭を使っていろんなものを作ってきたわけじゃないですか、はい、そう作ることによって人工物が増える、そうすればおのずとそういう自然破壊っていうのは起こるわけですよね。そうするとそれが行き過ぎた時にね、やっぱり大事にしなきゃいけないんじゃないかっていうのは反動ですよね、はい、そうするとそれがどうなっていくかですよね。なんか最近はね SDGs っていう世の中の話題になってますけども、鈴木さんもっとずっと前からそういう持続可能な社会の構想っていうのか、そういうのをお持ちになってらっしゃったのかなっていうような気がする。なかなか難しいですよね、だからみんなが気づいてね、これは良くないんじゃないか、大事にしなきゃっていう時にはね、かなりもうね、やばいところまで来ちゃったってことですよね、残念ながら、うん、そうですね、2030年までに何とかしなくちゃっていう、何とかしなくちゃっていう勢いに動いてる感じもありますもんね。だからまあそこら辺は話し出すといろいろキリがないですけれどまあね、日本の気候っていうのをね、うん、もう少し僕はなんていうんですか、皆さんが注目するとどうかなってどっかで思ってるんですけどね、うん、僕はあの、まあ、これ山本な何がしっていう方がね書いた本でね、はい、日本の気候と歴史って書いてる本があるんですよ、そうするとね、まあ、実はこの本の中に明快に描かれてるんですけれど、東北がね一番気候が温暖だった時代があるんですよね。へえ、西の方はどうなってたのって言ったら目も当てられないんですよ。そこのねちっちゃな日本列島もね
そういうことがあるわけで、もうそう、温暖化ってね、実を言うと12世紀の日本だと12世紀なんですよね。世界的にも同じなんですけどね。そうすると平安末期って温暖化のすごい時なんですよね。でそれがね終わって、実を言うと小氷河期っていうのが来るわけですよ、はいはい、これで江戸時代を迎えるんだけれど、それのね歴史で言うとね、例えば関ヶ原の戦いってあるじゃないですか、あの時代って小氷河期だから戦いどころじゃないんです。寒いです。え、寒いです。寒いからそうするとね、その温暖化の時にね天変地異っていっぱい起きてるんですよね。もうそう、今ね日本でもそういうことが起きてますけれど、もう少しねそういうところを見直すっていうのも僕はあるんじゃないかなっていうのは僕の個人的意見なんですけれど、まあやっぱりねすごい学者さんがやっぱりいっぱいいてね、世界の気候の変化を年代ごとにね一冊ねレポートとしてアメリカではそれ作ってるわけですよね。でその山本さんっていうのもそれを参考にしながらねそれを日本の歴史に当てはめたんです。でなんで坂の上玉村麻呂なんて人が出てきたのかとかね、はいはい、うん、気候温暖だったんですよやっぱり。東北が暖かく、そうそれで上がっていった、北上していったってことなんですね。でそれがまたね時を経て違うことになるわけでしょ、うんうん、だから簡単には言えないですよね。だからまあこれそういう意見の方もいらっしゃるんですけれど、まあ、僕はこれね分かんないからそのまま言っちゃうと、例えば本当に CO2 なのか、そこからもう一回ね問い直した方がいいですよと僕は思いますけどね。皆さんも名前ぐらいはねあれでしょうけど、北条記ってあるじゃないですか、鴨の町名の、あれなんか非常に優れたね、水川の流れは、うん、はい、ほんであれは非常に優れたノンフィクションなんですよね。ノンフィクション、ほんで、まあ、簡単に言うと京都の町が天変地異であれに荒れた、その10年をね丸ごとあの鴨の町変名っていう人は体験してるんですよね。でそれを文章にしたのが北条記なんですよ。そうか、だから今で言うねノンフィクションレポートなんですよ。これ珍しいんですよね。そうですね、10年間ねそれをね自分で体験して当時からそういうものを書いた人はある意味研究者。そうです、なかなかですよあれ。そうですね、で当時も感染症ですからね。はい、そうですよね、京都の街は、うん、なんかねこの今の毎日の猛暑を考えたりコロナのことを考えたりするといろいろ地球の環境はどうなんだろうってそれぞれねみんないろんな思いを持つかなっていうふうに思うんですけども、だから地球全体のことを考えるのもいいけれど、もっと身近なところからね、え日本ってどうなんだろうって考えてくるとやっぱり面白いですよね。そうですね、うん、まあ、そういう自然のことも振り返って見つめる一つの考えとしてもジブリパークが存在するのかなというふうにも。わからないですけどねできてまた完成を楽しみに。いや僕はねジブリパークは本当はね僕羨ましかったのがロンドン行った時で、なんでかって言ったらハイドパーク、はあ、はあ、ね、街のど真ん中にあるわけ。真ん中で、うん、これでニューヨークへ行くとセントラルパークじゃないですか。いい公園がいっぱいありますね、まあ、で日本はなかなかそういうものができない。で場所はね違ったとしても長くてね、まあ愛知県の名古屋からもちょっと外れてますからね、うん、とはいえね、まあそういう公園ができたらなんかいいですよね。そうは思ってます、うん、鈴木さんのふるさとでもあるし。今回のこの大会のテーマが上に書いてあります。 AI の時代をたくましく人間らしく生きるために、自己肯定感を持ち遊びや生活を作り出す力を育てるというものです。このような思いで日々子どもたちと関わっている私たちに、何か鈴木さんからのお言葉を最後にいただけたら大変嬉しいんですけどお願いできますでしょうか。あの AI の時代ってすごい便利なんだけど、それに流されるんじゃなくて人間らしく生きるっていうところで、さっきのアーヤなんかもそうか、魔法に対決する強さとか、なんかそういうものもあったり、
たくましく人間らしく生きるって言ったところに自己肯定感のある宮崎さんとか遊び屋生活を鈴木作り出す鈴木さんのようなこう人間味の、宮崎も僕もね、はい、僕の考えですよ、はい、ね、あんまり自己肯定感持ってないですよ。あ、そんな持ったらね嫌な感じですよ。あのね、まあ、最近そういうことをちょっと考えてるから言うと、はい、弱者の想像力、うん、僕は本当はそっちの方が大事だと思いますよ。でないと、ね、人間は傲慢になるから。あ、なるほど、はい、うん、再びねいろんなもん壊して